スポーツが変わると社会が変わる。スポーツ現場で起きてることって世の中の縮図だなと思っていて、変えていくべきものをたくさん見つけたい。小学校3年生の時にサッカー始めたんですけど、男子と一緒にサッカーをしてる休み時間が一番自分が自分だと思ってた。サッカーをしてる時ってある意味女の子から解放されていた。自分が生きてる中で一番感情が出せる場所だった。今こうやってトップリーグのクラブチームでサッカーをしていて、本当に自分が女子サッカー選手であることがなんか手段だと思っていて、それ何の手段かって言ったら、世の中の間違ってることを、これ本当に間違ってるよねって伝えることだったり、本当に許せないことを許せない。批判みたいになってしまうからあんまり外向けには言いたくなかったんですけど、まだ女子サッカー選手であることも手段として選び続けてますけど、なんかそれが自分がこれ本当に間違ってるよねって思うことを解決するために全然つながってない感覚がすごく強いから、全然満足してない。全然なんか自分に対してなんかサボってんじゃねえよって感じです、感覚としては。そもそもカミングアウトしたきっかけは本当にドイツでの2年間だったなと思っていて、自分が LGBTQ 当事者であるかどうか全く隠す必要がないって感覚を味わってた。めちゃくちゃ行きやすかった。やっぱり日本本当に行きづらいなっていうふうに思ったけれども、隠してることが行きづらいのであればもうみんなに言っちゃえばいいんじゃないか。世の中の問題で考えますと、めちゃくちゃ怒る人間になりますので、壁を作ってしまったりとか、自分にはちょっと関係したくないなって思われてしまったりとか、だから感情がこぼれ落ちないように文章にしてないといけない。2019年の4月に同性のパートナーがいることを公表していて、それが当時日本だといわゆるセクシュアルマイノリティの当事者ですっていうふうに公表している選手が現役でいなかった。怖さと安心感みたいなどっちもあったんですけど、サッカーってこういうふうに楽しんでいいものだったよねっていうふうに改めて思えた。確かに小学生の頃ってなんであんなに怒ったり泣いたり笑ったりしてたのに、年を重ねるにつれてこんな静かな顔してサッカーしてたんだろう。誰かにこう振る舞えとか、こういう言葉を使えとか、そういう縛りが全くなくて、あの休み時間のサッカーの時みたいに感情が動いたらきっとすごい幸せに生きていけるなって本当に心から思ってる。けど悩んでいる今も。普通じゃないとか変だって言われて辛い思いしてる人に、それでいいよって言える選手でありたいし、大人でありたいし、人間でありたいけど、たまに折れそうになる自分もいる。変だって言われてへこんだりとか、なんでみんなと同じになれないんだろうって悩んじゃったりとか、外ではこんなにみんなのことをいいよいいよ変だって言われてもかっこいいじゃんって言ってんのに、一番自分がそれを受け入れられてない。だけど普通じゃないことを
叩くような社会が本当に間違っていて、たとえ変だって言われてもそんな自分でいいじゃんって本気で言える人が本気で社会変えれると思います。満足はしてない、まだできることがあるし、まだいろんな人巻き込めるし、まだ伝えられる声があるし、まだ足りてない、もっとできるだろうって。